こんにちは、建築家の吉田愛です。モダンリビング創刊70周年おめでとうございます。モダンリビングさんといえば、約10年ぐらい前なんですけど、モダンリビング大賞っていうので、私が当時実施設計をした、武前の家というお家をが大賞いただいた。なんかそれがすごい懐かしい思い出ですね。私はなんか育ったお家がすごく古くて、母屋とその離れのなんかある長い廊下で結ばれたようなそういうお家で育ったんですけど、とにかくお風呂に行くのが怖くて、でなんか自分のお家がなんか欲しいなっていうふうに思ってたのと、あと外で遊ぶのが大好きで、私ずっと木の上に住んでたんですね。木登りして、なんかお菓子とか、自分の好きな本とかを持ってって、木の上にで生活してたんですけど、そのツリーハウスみたいなものにすっごい興味あって、住みたいなとか思ってて、なんかそういうことが多分、その建築をまあやりたいなと思ったきっかけになっているのかなと思います。私自身はコロナで移動がなくなったりっていう中で、この生活の中にすごくこう楽しみや喜びがあるなってことを感じたんですね。で、やっぱりそれって場の力って大きいのかなと思っていて、例えばその庭があることで四季を感じたりだとか、そこになっているもの、自分たちが普段食べているものがどういう風になっているのかを知ったりだとか、または外でご飯を食べるっていう気持ちよさだとか、家族で過ごす時間だとか、なんかそういうふうに、なんかどういう場所があるから、どういう暮らしができるのかっていうふうに、結構切実にその空間と、その人生っていうのがつながってるなって改めて思ったので、なんかこう、住宅の形自体が変わっていくっていうよりかは、なんかどういう風に生きたいのかっていうこととその場所っていうのがもっともっとリンクしていくことで、なんかこう豊かな生活っていうものを求めるような、なんかそういう風にそのただ機能とかその設備的な間取りとかではなく、なんかどう生きたいからこういう空間にしたいっていうような、もう一段階その空間への考え方っていうものが深くなって、なんかそんな空間に住む人たちが増えていくんじゃないかなと、そういうことを私たちも提案していきたいなっていうふうに、思っています。今は、頼まれて住宅を作るっていうのがほとんどなんですけど、今自分たちの会社で敷地を買って小屋みたいなものを作って、なんかキャンプ場作ろうみたいな話とかもしてて、自分の生活ですかね、する場とかその周りの、人たちのための場所みたいなのをなんか自分たちで設計して、なんか手作りで作っていくみたいな、なんかそういうことをしながら、割とこう作るっていうことにもう少し向き合ったり、周りの環境も含めてなんか作っていくような、なんかそういうことを趣味となんか仕事の領域なく、なんかこう建築していけるような、そういう環境を作れたらいいなって思ってます。